ずは園田名馬列伝。2008年に園田で開催された JBC スプリントで激走を見せたあの名馬を振り返ります。2008年、 G1 JBC スプリント、この日園田を代表する名馬が一つの歴史を刻みます。アルドラゴン、2003年 JRA でデビュー、4年間で通算7勝を挙げますが、その後勝てないレースが続き、新たな活躍の場を求め2008年園田に移籍しました。アルドラゴンの印象について育て親田中紀夫調教師はこう語ります。フォアがありましたよね。一瞬 の、 あの瞬発力に長けた馬でしたね。多分僕の今まで調教生活の中では一番瞬発力のあった馬じゃないかなと思います。強みいいところ、率直に言うとどういうところがありますか？そうですね、 1200m から 2400m までオールマイティな馬でしたね。多分うちの中でそんな馬はいませんでしたね、距離不問っていうのは。アルドラゴンの主戦ジョッキーとしてコンビを組み、現在調教師の木村武さんもそのポテンシャルを高く評価していました。そうですね、攻め馬ではちょっと硬いとこ見してて、歩様の硬いとこ見してたんですけど、追い切り乗った時にやっぱすごい馬だなと、やっぱ向こうでもオープン走ってる馬だなと思いましたね、はい。使うごとにやっぱり身が入ってきて、で距離もいろんな距離行けてたんで、もうすごい僕は乗っててもう最強だなと思いましたね、その時から、はい。数々の名馬にまたがってきた木村さんに最強と言わしめたアルドラゴン、移籍直後から距離適性を問わないオールラウンダーな走りで兵庫大賞典も勝利、園田競馬の主役に躍り出ました。馬の能力の高さを田中さんは確信し、最高峰の舞台 G1 JBC スプリントへの参戦を決意します。短距離っていうのは、まあ、1200、1400にしても JRA の一番強い馬来ても、園田のこの 1000m 独有の馬場ではそんなに差が出ないと踏んだんです。多分大きな重賞もその JBC も取れるんじゃないかっていう気持ちはありました。 JBC 競争とは、1日に3つの G1 レースが行われるダート競馬の祭典。この年初の園田開催ということもあり、2万人を超えるファンが競馬場を埋め尽くします。 JBC スプリントにも JRA で数々の重賞を制した強豪馬が集結しました。過去7回、このレースに兵庫所属馬は3着にすら入っておらず、この日のアルドラゴンも7番人気にとどまりました。あの頃の JBC 来た JRA の馬って強豪ばっかりやったので、入着が難しいんじゃないかっていうか、掲示板が難しいと思われてたはずですから。しかし地元馬として挑むアルドラゴンには大きな声援が送られました。いや、やっぱパドックからすごかったですよ。やっぱりお客さんの、ね、声援とかもすごかったし、はい、ドキドキしましたよね、やっぱり、はい、もうドキドキが止まらなかったですね、はい。競馬関係者、ファンの思いを乗せた最高峰の舞台が幕を開けます。スタートしました。 JBC スプリント、綺麗な飛び出し、横一線です。だからね、どこ入れたらなみたいな感じに乗ってたんで、理想の展開になりましたよね。ここで番手入れたんで、はい、あとはどんなペースになるのか心配でしたけど、ちょうどいいペースで運べたんで。アルドラゴンは理想の走りでスタートから好位置をキープ。そしてレースは最終コーナーに差し掛かります。ただ自分の馬が4コーナーまで手応えがすごい良かったんで、あ、これならみたいな感じでしたけどね、はい。この2頭の争い、2馬身差、5番のアルドラゴンは現在3番手、ブルーコンコルド届かない、バンブーエールだ、バンブーエール4連勝、重賞初勝利は G1 ゴリ。まあよく走ったなと思いましたね、やっぱあのメンバーでね、はい。3着に入った時のお客さんの反応だったり、周りの反応だったりは、
いや、お客さんも喜んでくれたし、僕も喜んだし、はい、先生も喜んだし、はい、そう、確かにあのアルドラゴンってもう走るんやなって改めて感謝しましたよ。やっぱりあの高以上のものがまだ出てきてこないっていうか、一度、まあ、僕の厩舎の中でもいろんな馬に出会ってますけども、そうですね、アルドラゴンっていうのは別格の馬でしたね、やっぱりね。短距離界の頂点を決める JBC スプリントで3着、この記録は兵庫所属馬の G1 最高成績として兵庫競馬史に刻まれています。7年半の現役生活を送ったアルドラゴンは重賞で11勝を挙げるなど大舞台で結果を残し、人々の記憶に残る名馬となりました。最後にお二人にとってアルドラゴンとは？いろんな距離を教えてくれて僕に価値を与えてくれたっていう、はい、そうですね。いや、もうすごい馬だったなとしか言いようがないですね、はい。40年近く調教してきてもオールマイティーな馬ってもいなかったし、それとそうですね、この子が稼いだあの期間っていうのは短かったですけど、やっぱり僕の中で一番印象に残る馬じゃないかなと思ってます。オッズパーク、ご重賞リモートバトルパート2、前回はご覧の4人が挑戦するもご重賞達成ならず。今回は初本瑞穂ちゃん、真奈ちゃん、海江田真希ちゃんが参戦。中でも SKN の新メンバー真希ちゃんは番組初登場です。はい、皆さん初めましての方もいらっしゃると思います。鹿児島出身、三度の飯よりさつまいもが好き、海江田真希です。よろしくお願いします。新メンバーフレッシュ、はい、みずほちゃんとまなちゃんは姫路競馬でね、ご重賞ドリームチャレンジ出てくれたもんね。はい、行きました。はいね、え、でもそっからちょっとご重賞やったりしてるの二人は？プライベートではまだしたことなくって。ないんかい。普通に初挑戦なんで。オッズパークで購入できる対象5レースの勝ち馬を予想するご重賞、前回同様軍資金は3000円で挑みます。それでは買い目の発表です。序盤の買い目を厚くして挑むゆめちゃんとまなちゃん、後半2レースは上位人気馬の決着を祈ります。一方こちらは9レースで5等予想のまきちゃんに対し、みずほちゃんは最終レースで5等勝負。大胆な予想はこう予想するのか。作戦とか練ってきた？練ってきました練ってきました。私ね、この前の配信でちょっとメモしてきたんですよ、うん、見てくれたん？はい、見てきました。なになにそれ。1レース目は広めに買うって書いてます。あ、あのちゃんと見てる。1レース目から外れたら映らなくなるからって、うん、前たちから学んできました。えらい。前回大失敗の私とユーリンを反面教師に人気馬をきっちり抑え初戦突破を狙います。見事全員突破、最高のスタートを切りました。続いて第8レース、
ここも全員が複数頭を買い目に入れて勝負に出ます。しかしここで思いもよらない事件が。なんか飼い枝ちゃんおらんくなってない？え、ですよね。その他にいるマキちゃんが現地イベント出演のためまさかの離脱ですが、すでにご住所は購入済みなのでマキちゃんのチャレンジも続行です。その画面からおらんくなっても私がこうアピールできるからちょっといいかな。何分ですか、よこ。全員が買い目に入れる1番が鋭い末脚を見せます。すごい人気に応えて、すごい。ここも難なく全員クリア。よかった、いい感じ、いい感じ。この後波乱の展開が起こります。人々の夢を背負った競走馬、その夢を支える関係者、そしてレースを彩る騎手、人々はその姿にさまざまな思いを寄せる。新しく生まれ変わった姫路競馬で全ての人に新しい夢を見てほしい。姫路競馬。ポイント還元、ザクザク登録簡単、ザクザク。だからオッズパークで買わないと。お尻ペンペン、オッズ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 パーク、オッズ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 パーク。今月の主なレース情報です。24日に第13回兵庫サマークイーン賞が行われます。その他のレースについては園田競馬のホームページをご確認ください。兵庫三冠の最終戦、兵庫ダービー。ダービー馬の栄冠を勝ち取るべく12頭が集結しました。中でも一番人気を集めたのは菊水賞を制したステラモナーク。これに続き重賞ウィナーの一雷神、兵庫チャンピオンシップで4着に入ったビスハンドが支持を集めます。スタートしました兵庫ダービーです。菊水賞馬ステラモナークは先頭を7番人気ディアタイザンに譲り、これまでとは違う2番手でのレースを選択しました。重馬場のコンディションの中、最終コーナーでトップを走るディアタイザンとステラモナークの激しいマッチレースが繰り広げられます。その後ろからは12番ピスハンド、4番手並んで8番ガミラス・ジャクソン直線に向いた。ここで先頭まだ頑張っている7番のディアタイザン、ディアタイザン先頭、食い下がる9番ステラモナーク、2頭の一騎打ち、あとは離れまして8番のガミラス・ジャクソン、3番手が並んでくる。ピスハンド前の7番ディアタイザン、ディアタイザン合輪、杉浦ついにダービー制覇。ダービー馬はディアタイザンです。大きなガッツポーズは杉浦健太。鞍上の杉浦健太騎手は念願のダービージョッキーの称号を手にしました。ダービージョッキーになりました。はい、嬉しいです。やはりステラモナークとの位置関係、ステラが外というところは気になりましたよね。そうですね、ステラモナークが逃げ馬なんで、その出方次第とは思ってたんですけど、スタート上手に決まってくれて、すんなり、いけたのが良かったと思います。特に力むことなく、リズムよく走れてたんで、最後もしっかり伸びてくれるなと思いながら乗ってたんで、ちょうどその通りしっかり最後まで伸びてくれました。その4コーナー外からステラモナーク来ました。外離れての追い比べ直線でしたけれども、離れてたんですけどずっと、横に見えてたんで、その分馬もしっかり反応して伸びてくれたんで、ちょうどいい形になってくれました。もうずっと足音は聞こえてたんで最後までヒヤヒヤでした。ずっとなりたかったダービージョッキーにやっとなりました。これからもダービージョッキーに恥じないように頑張るんで、これからも応援よろしくお願いします。デビューからディアタイザーの手綱を取る杉浦騎手、名コンビのさらなる飛躍に注目です。ご住所リモートバトル、ここまで4人が2連勝中、第9レースに突入します。5等予想のマキちゃんに対し他の3人は買い目を絞って挑みます。バンクリアザーメンが先頭、そしてキーバク広重ダイヤ並んで捉える、キーバ広重ダイヤ先頭に
どう？まだまだ。刺されてるやん。そしてここで全員撃沈と思いきや、まさかのいない海江田ちゃんが残っているよ。なんとまきちゃんが勝ち残り、リモートバトルはまさかの展開を迎えます。そうやね、この展開ちょっと予想してなかったからな。代わりに応援しますか、私たちで。そうやね。まきちゃんの勢いは止まりません。一等予想で挑んだ第10レースも突破し、ご重賞制覇にリーチをかけます。最終11レース、ここは兵庫リーディング吉村騎手騎乗の4番マイネルキアロに託します。しかし大きく遅れを取り、最下位に沈んでしまいました。惜しくも最終レースでチャレンジ終了。しかしここまで勝ち進んだまきちゃんの実力に恐れ入りました。かえだちゃん帰ってきました。ただいまでー。帰り、まず最終レースまで勝ち続けリーチをしておりましたの。なんと盛り上げてくれておりました。そうなんですか。そうなのよ、私ここにいたかった。結構チャレンジしていこうと思いました。あんまりチャレンジした私のコーナーなくなっちゃうから。